30年後の野球ファン、昔は大谷とか佐々木の160で速球派扱いだったんだって。こうなる事実、160マイルの世界か。スポーツなんて30年前とレベル全然違うしゃあない。サッカーなんてプロもなかったけど今はベスト16常連や。江川とかも今ではバカにされてるしな。平均球速は上がりそうやけどマックスはどやろな。限界ある思うがな、結局ボルトの記録超えられんやろ。100でも右肩上がり的なもんちゃう思うわ。まあ今は限界からはほど遠いわな。世界は知らんが日本野球は少子化でレベル下がりそう。その時まで野球ファンいればええけどな。人間の体の構造的にもう限界近づいてるやろ。今でも早くなりすぎてみんな肩肘壊してばっかやし。100年後も野球が今の規模で持続したところで180キロ投げたりはできんやろ。黎明期から円熟期に向かう過程では大きく伸びるけど以降はそこまでにはならん。急速の上昇に関しては21世紀で加速したんだよな。逆にレベル低下して、昔って160投げる化け物がいたのとかなる可能性もあるんかな。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。